どうも、大悟です。というわけで今回は、付き合ったね、最初の頃にですね、ちょっとやりすぎちゃうと、カップルとかね、夫婦がね、分かりやすくなりますよっていうですね、そういう研究でございます。分かりやすい夫婦とか分かりやすいカップルが付き合った当初にですね、いっぱいしてしまうこととは、ということで今日はですね、ご紹介したいと思います。ちなみにこれ何だと思いますか？はい、もうシンプルに皆さんが考えてること、あ、もう大丈夫です。僕メンタリストなんで皆さんの頭の中に今横島の想像が出てることはよくわかるんですけれども、残念ながらそれではないんですね。はい。実はですね、これテキサス大学のですね、研究なんですけど、168組のですね、カップルを13年間追跡するっていう結構こう長期の観察研究で面白いことが分かったんですよ。離婚しやすいカップル、別れやすいカップルとそうじゃないカップルっていうのは、実は付き合い始めの時期にあることをですね、する回数が非常に多かったんですね。で、これが多くなればなるほど、悲しいことなんですけど、多くなればなるほど、まあ離婚とか別れたりしやすくなりますよっていうですね、お話なんですね。で、これ、喧嘩とかではないんですよ。はい。実際ですね、これ、何かっていうとですね、これ実は、イチャイチャです。はい。イチャイチャってのはあれですよ。あれですよ。いやらしい意味のイチャイチャじゃなくて、普通にこう、カップル同士のイチャイチャがですね、付き合い始めというか、結婚ですね、したての時にですね、多いカップルっていうのは、そうでないカップルに比べて、どうもですね、離婚しやすくなるってですね、そういう切ない研究が、出てるんですよ。はい。というわけで今日はそれをご紹介します。これはさっきも言いましたが、テキサス大学の研究で、168組のですね、カップルを13年間にわたって追跡したものになります。具体的にどういう風に追跡したかっていうとですね、すごいんですよ。結婚したばっかり、結婚式とかを挙げたばっかり、ばっかりのカップルを探します。で、探して、結婚したての人たちを13年間追跡して、その二人の関係がどうなったのかってことをですね、調べるっていうですね、なかなか残酷な研究です。まあもちろん中にはね、喧嘩しちゃったりとか別れたりとか離婚してるカップルもいるでしょう。そういうですね、研究になります。で、実際に分かりやすいカップルとそうじゃないカップルっていうのは、何が違うんだろうってことをですね、チェックしたっていうですね、まあそういう結構でかい研究になります。で、結論ですね、どういうことがこの研究から分かったかっていうと、新婚の時、まあ結婚したての時に、イチャイチャしている、カップルです。イチャイチャしまくってるカップルっていうのは、結婚してから7年、経った時にですね、離婚する確率がやっぱり高かったんですよ。で、一方で、このイチャイチャ度が3分の1ぐらい、カップルとこうイチャイチャするですね、時間とか頻度とか、そういったものがですね、3分の1ぐらいのカップルっていうのは、7年を過ぎても、幸せな夫婦生活を営んでいる確率が高かったってことがですね、分かったんですよ。意外ですよね。むしろ、付き合い始めの頃から、もうある程度落ち着いた関係になってしまっている方が、離婚はしづらいですよっていうですね、結構面白い、結果なんですよ。で、この研究っていうのはもちろん、観察研究ですし、理由はですね、これが理由なんですよってことはよく分かってないんですけど、まあおそらく研究者が言うには序盤にこの恋愛のなんていうんですか、その熱量が多すぎて、そのせいでお互いにこうなんだろう、それが冷めてくると一気に冷めたように感じちゃって幻滅しちゃうと。だからつまり結婚がピークになっちゃって、よく言いますよね、結婚がピークでそこからですね落ちていく、恋愛関係とかですね、結婚関係ではうまくいきませんよと。で、逆に、結婚したところから徐々にこの幸福度が上がっていくような関係じゃないとうまくいかないよって言ったりしますけど、これはまさにですね、この幻滅の部分と関係があるんじゃないのかってことをですね、研究者は指摘しているわけなんですね。で、これ面白いのが、じゃあそういう結婚してからだんだんね、幸福度が上がっていくですね、ような関係ってどんな関係なんて話なんですけど、これ実はね、イスラム系の国のですね、結婚についてですね、調べたちょっと面白い研究があって、今日この研究の話をする予定じゃなかったんですけど、一応こう参考までにご紹介しておくと、僕ら普通に恋愛結婚するじゃないですか。普通に考えたら、まあ、お見合いって人もいるかもしれないですけど、普通だったら、ま、恋愛して、お互いに関係を持って、ね、お互いのことが分かって、それから結婚していきますよね。ね、こうすると、何が起きるかっていうと、まあ、結婚する瞬間がおそらくピークに幸せなんですよ、普通は。そこから、ま、例えば子供が生まれたりとかね、いろんなイベントがあったりとか、お互いのことを理解してもっと良くなって可能性もありますけど、でも基本的には、やっぱ恋愛から行くと、関係性がわーって盛り上がったところで結婚っていうイベントが来ますよね。ところが、これイスラム系のですね、国とかだと、まあ、親同士が結構厳格なところとかだと、結婚を決めちゃうわけですよ。で、奥さんの顔も、わからないし、旦那さんの方は奥さんの顔わからないし、奥さんの方は旦那の顔をですね、結婚するまでわからないわけですよ。みたいな、状況でですね、話が進むそうなんですね。で、こうすると、結婚に何の選択もないんです。結婚イコール親に決められるものっていう感覚なんですけど、こうなってくると、普通に自由恋愛で結婚した、日本とかね、普通の欧米とかの夫婦の方が、とかカップルの方が幸せになりそうじゃないですか。でも実際これ調べてみると、まあ、もちろんね、データの取り方とかもあると思うんですけど、まあ、研究者によっては、実はお見合い結婚の方が、幸福度が高いんだと。なんでかというと、お見合い結婚した時とか、こういう強制的にね、両親に決められて結婚した場合っていうのは、最初
は全くわからないゼロからのスタートになりますよね。ゼロからのスタートだとお互いのことが理解できるようになってたら、これがですね、幸福度が上がっていくばっかりだと。で、さらに、恋愛って難しいもんで、この人素敵とかだ、この人絶対うまくいくだろうと思った人とうまくいかないことってよくあるじゃないですか。で、これなんでかっていうと、人間っていうのは好きな人を目の前にするとですね、判断能力がチンパンジー並みに低下するわけですね。で、こうすると、やっぱり相手がですね、本当に合うかどうかってことはなかなか見抜けないわけです。で、これを、まあ、親とか周りの人が見抜いてくれるっていう意味では、実はそういうイスラム系の国が、行っている、そういうね、相手のことがわからないで親に決められるって結婚ってのも実は幸せになる可能性あるよねってことを言ってる研究者とかもいるんですよね。だから重要なのは、その結婚してからどういう風なですね、関係性をですね、作っていくかってことなんですけど、そのために、実は大事なのが、結婚初期の時にですね、あまりにもこうね、イチャイチャしすぎてしまうと、なんていうんですかね、こう、それだけに頼っちゃうんですよ、人って。それだけに頼って、勢いだけだと、よく言われてる3年の壁っていうのが超えられないんで、で、そこで失敗するんじゃないのっていう風に言われてます。で、この3年の壁って結構ね、科学的な根拠もある程度あって、これ3年以内に、ソーシャルな関係、要するにお互いがいないと困るとか、お互い持ちつ持たれつとか、お互いをね、こういろいろ精神的に補完し合うような、これ成熟した依存関係って心理学と言うんですけど、こういう関係がですね、作れないと別れる可能性がめっちゃ高くなるってですね、説もあるんですよ。これどういうことかっていうと、まあ普通に考えて生物学的に考えたら、一定期間、例えばこの3年間とかね、その3年間の間に子供ができるとか、ですね、そういうですね、こういわゆる恋愛の、中で言うと子孫を残すために必要な、そういったですね、変化がない限り、相手にですね、生殖能力がないっていうふうに判断して、相手に対する魅力をですね、僕らの脳は勝手に落としていくんですよ。で、これで急に冷めたような感じになっちゃうと。そう。そういうふうに人間はプログラムされてるんじゃないのってことをですね、言ってる、学者さんとかもいるわけですね。まあ、確かにこれ言えてみようで、まあ、そうですよね。今のね、人間だったら別に子供がね、生まれなかったらダメってことないし、子供がいなくても幸せなご夫婦はいっぱいいるし、僕もね、そういう人生もいいなというふうに思うこともありますけど、見るとね。はい。でも生物としてはやっぱり子孫が残せないってかなりのデメリットだから、相手に生殖能力がないんだなっていうふうに判断したら次の人に移っていくってことをしなくちゃいけないわけです。だからそういうその性質を持った、人たちっていうのが今の時代まで生き残ってるんじゃないのっていうのをですね、まあ非常になんか最も理論なんですよね。そう。だから、ポイントとしては、この3年間の間ね、まあ、よく言いますね、チョコレートとかに入ってるさ、物質でフェニレチラーミンっていう物質があって、このフェニレチラーミンっていうのが、こう恋愛の初期の燃えるようなですね、恋の感情を作ってくれるんですけど、だいたいこれが分泌されてるですね、期間が3年以内ぐらいなんで、3年ぐらいで恋愛が冷めるよって話とかもあったりするんですね。だから最初の、そのフェニレチラーミンとか分泌されてるような、すごいこう、恋愛が盛り上がってる期間に、イチャイチャするだけじゃなくて、それ以上の関係を作るための努力をしてあげないと、やっぱり基本的にはですね、2人の関係っていうのはあんまり長く続かないように僕らできてるんですよね。そう。だから、そういう意味で言うと、最初にイチャイチャすぎて、無駄に相手に期待をしてしまうと、これがちょっとでも期待が裏切られた時にですね、幻滅っていう現象になってしまって、こうね、幸福度が低下していっちゃう可能性があるよってことなんですよね。で、あとはね、恋愛とかで結婚でもそうなんですけど、相手が自分のことを幸せにしてくれるっていう風には、思わない方がいいよっていうですね、こう、とんでもないアドバイスとかもあるんですよ。そう、結婚相手が自分のことを幸せにしてくれるなんて思わないようにっていうことですね、真面目に心理学者アドバイスしてるんですよ。で、これなんでかっていうと、僕らね、実はね、もちろん自分で努力したりとかして幸せをですね、感じることはできるんですけど、僕らが同じ出来事を起きた時にね、どれぐらい幸せを感じるかっていうのは、まあ、人によって好みの違いとかもあるだろうなって皆さん思うと思うんですが、実際はですね、あれ遺伝子が決めてるんですよ。幸福をどれぐらい感じるかって遺伝子っていうのがですね、実はありまして、これですね、人生におけるだいたい 50% ぐらいの幸福は遺伝子的に説明できるそうなんですね。つまり、僕らってのはもうこれぐらい幸福を感じるっていう人自体の幸福感度みたいなものがあるわけです。で、この、ベースのポイントがありまして、まあ、いわゆるセットポイントみたいなやつですね。このベースのポイントがあって、どんなに楽しいことを経験しても最終的には自分の遺伝子に規定された幸福のですね、ポイントまで戻っちゃうんですよ。自分のその幸福度っていうのが。そう。だからそういう意味で言うと、付き合ったりとか、この人と結婚したら人生が全部バラ色になるだろうみたいな風にですね、思っちゃって勝手に期待を上げちゃうと、期待上げても自分の幸福のレベルって同じ場所までこう戻ってくるんですよ。で、もちろんその、ね、ちょこちょこイベントがあったりとかね、旅行行ったりとかして、こう一時的にね、楽しい幸福をですね、なんだろうな、こう幸福なね、イベントになれるようなイベントをですね、こなしていくっていうのはいいんですけど、ずっと自分がその幸せで高止まりするって思っちゃうと、この下った時にですね、幻滅したんじゃないかとか思い込んじゃったりするんですよね。そう。だから、こんなはずじゃなかったって幻滅を作ってしまうのは、人間の幸福のポイントってのは基本的にはベースラインが決まっていて、最終的にはそこに戻っちゃうから、だから大事なのは相手と、一緒にですね、そういう補完するような関係を作って、人間関係をですね、ちゃんと作れるようにして、相手といい関係を作れるようにして、で、それで二人で何かにチャレンジするとか、新しいイベントをするとかってことをし続けることによって、このベースポイントまで下がるのは下がるんですよ。下がるけど、この一時的に上がるのをですね、こうやってずっとやっていけば、まあいい関係保てるんで、だから結構努力しないと、二人の関係で保ってないんだよってですね、そういう
研究でした。はい。だから特に、初期の頃のイチャイチャがですね、激しい人たちほど、おそらくこういうね、努力とかあんまりしないのかもしれないですね。あるいは、そのさっき言った通りですね、期待が大きくなりすぎてしまって、幻滅しやすくなるということが考えられますね。ぜひですね、付き合ってからのね、これ夫婦だけじゃなくて、カップルでも言えると思うんですよ。付き合い始めの時にめちゃくちゃイチャイチャしまくったりとか、あるいは結婚したての時にですね、超イチャイチャしちゃうという方々はですね、あれちょっとこれ将来的に危ないかもしれないから考えないとなっていうことをですね、ぜひ頭に入れといてください。まあ、過去にも説明したみたいに、お互いの友達同士を紹介し合う、友人をシェアしたりとか、あとは一緒に映画とかですね、Netflix とかそういうメディアはですね、消費するとか YouTube でもいいですけど、そういった習慣をですね、3年の間に作っておくことをお勧めします。二人の関係を長く保つためのルールだったりとか、喧嘩したらこういう風にしようとか、お互い嫌なことがあったらこうしよう、疲れてる時はこういう風に相手にですね、その疲れてるってことを伝えようみたいな風な、二人の関係を保つためのですね、習慣とかルール、こういったものをですね、いい関係である時に付き合い始めの頃にですね、作っておいていただいて、で、それで、こう、より夫婦関係が崩壊しないようなですね、習慣を作るために、この序盤のですね、熱量っていうのを、ぜひ使っていただければ、いい関係が続くんじゃないかな、というふうに思います。ぜひ、参考にしてみてください。で、他にもですね、やっぱ恋愛とか結婚だと、踏んじゃいけない地雷みたいなのが結構あるんですよ。もうこれ言っちゃったら終わりだよね、とか。女性は男のこういうところは、男は女性のこういう行動に対してイラッときて、それがですね、結構恋愛関係をぶっ壊すと。僕は恋愛関係地雷って言ってるんですけど、この地雷は結構ね、研究者がいくつか挙げてくれてるんで、で、これはね、自分でね、ちゃんと頭に入れておくことをお勧めします。というわけで今日はですね、そんな踏んだら終わりの終わりな恋愛関係地雷のですね、避け方を解説した動画を続きの動画としてご用意しております。番組タイトル下の説明欄、またはこの動画のコメント欄の方からですね、ぜひですね、恋愛関係地雷の避け方チェックしてみてください。あと今日おすすめの本、二人の関係が長くですね、続くようにですね、おすすめの本2冊一応番組タイトル下の説明欄に入れておきます。まあ、結構ストレス解消がね、ポイントになってきたりとかするので、超ストレス解消法っていう本と、あとは、もうすでにね、夫婦関係が結構冷え切りそうというか、冷え始めてるというか、うまくいかなくなってってるって方は、対人関係療法とか勉強してるのも結構ね、参考になると思うんで、対人関係療法のですね、本も1冊で、読みやすい本もご紹介しておきます。ぜひこの2つの本、番組タイトル下の説明欄からチェックしてみてください。それでは、続き、動画のコメント欄の方から、踏んだら終わりの恋愛関係事例の先方、ぜひですね、参考にしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。